皆さん、こんにちは。法学研究科の教員の伊藤です。まず私から法学研究科について簡単に説明させていただきます。法学研究科の特徴は、ジェンダーの視点を取り入れた教育です。京都女子大学の法学部は、ジェンダー法学を体系的に学べるオンリーワンの法学部です。その先にある大学院も、人権法総論とともに、ジェンダー法総論という科目を必修科目とするなど、ジェンダー視点と人権理解を重視し、それに基づいて法を捉え、解決する力を高めることを目指しています。もっとも法学研究科は、ジェンダー法学以外の科目も充実しています。15人の専任教員が、それぞれの院生の持つ力を最大限に引き出すべく、手厚い個別指導を行います。希望する人には、法律事務所などでの実務実習や、提携校での海外研修の機会もあります。修士論文のテーマ選びは各自の自由で、進路も様々です。法学研究科では、社会人の院生はもちろん、一般の院生でもニーズはそれぞれ異なることを前提に、それぞれの関心やニーズに合わせた教育ができる体制を整えています。入試については一般選抜のほかに、働きながらの学習を希望される方のための入試や、学内の学生向けの推薦選抜もあります。日程は共通ですが、入試方法はそれぞれ違いますので、詳細については大学のホームページで確認してください。また、本学の法学部の方はゼミの教員に、その他の方は入試広報課を通じて本研究科の教員に相談することもできますので、必要に応じてお問い合わせください。ここからは法学研究科の大学院生へのインタビューをご覧ください。こんにちは。法学研究科修士1回生です。それでは大学院に進学した理由を教えてください。はい、私は、博士課程に進学することを最終目標に、本大学院の修士課程では、博士課程研究につながる、外国語、主に英語の勉強と、自分の専攻の主体著作権法の整理をするために、大学院の方に進学いたしました。はい、私は、4回生の時に、ロースクールと、その他の大学院進学を、考えていて迷っていたんですが、3回生から4回生のゼミの時に、伊藤先生のゼミに所属して、すごくお世話になって、大学院でも指導していただきたいなと思い、教授の大学院に進学しました。私は、基礎情報の証拠法分野に興味があり、先生が専門ということで、少し極めたいなと思ったりしました。大学4年生の夏頃までちょっと働くのか、それともまた勉強を続けるのかというところでちょっと悩んでいたところ、教授の大学院からこのお仕事をしながら学習を続けることができるんじゃないかと考えて、その教授の大学院勉強頑張りながら、本試験の方を一緒に受けていこうかなと思って学習しました。院での過ごし方についてちょっと私お願いします。学生時代よりはちょっと忙しく過ごしているかなと思います。やっぱり、大学院進学してからは、学部生の時はやはり受け身の授業が多くて、なんかやっぱり高校とかとそこは同じな部分もあったのかなと思うんですけど、やっぱり大学院に進学してこう主体的に学ぶということが多いので、そこはやはりおっしゃってたようにちょっと忙しくはあるかなと。資料を作成
メリットデメリットを教えてください。はい、博士まではちょっと行くことはできないですけど、自分の好奇心を中心とした勉強をいや研究をすることができるのがメリットかなと思います。そうだね。専門分野以外の科目であっても、自分の興味について発表などを通して、議論したりして、理解を深めるところができることがいいと思います。将来のことを政治は言ってください。はい、私は学部時代は漠然と研究者になりたいなとは考えていたものの、両親とノースクールや公務員などを迷っていたんですけど、今は明確に研究者になりたいなと考えていて、博士課程の試験の勉強で頑張っています。私は大学院進学した時点ではもうロースクール、次は卒業したら進学しようという考えでいて、今もそんなに変わってはないんですけど、やっぱり大学院入ってからいろいろ専門的に勉強していくうちに研究するのもすごい楽しいなって、ちょっと最近迷っているので、そういう迷える時間も与えられて、でそれはありがたいなと思います。私は志望したっていうことだったんですけど、公務員の試験を受けて、並行して受けていってるんですけど、修士の1回生でもしその公務員試験を受けることができたら、修士の1回生からは、その、1回に1年生と並行していけたらいいなというふうに考えています。そうですね、私、個人的にはちょっと大学院に進むのにあたって明確な目標を決めていかないとちょっと厳しいのかなっていうふうに思ったんですけれども、一緒にそのいる研究室 の人たちと話してて思ったのは、なんかもう明確な目標ではなくてもいいのかなっていう、自分の何というか勉強したい、研究したい、何にしたいっていう思いがあればいいのかなっていうふうに感じました。ありがとうございました。以上、法学研究科一回生でした。最後に、法学研究科の研究課長からのメッセージをご覧ください。京都女子大学で法学研究科長をしております松塚慎介と申します。本研究科は特に女性の法問題を女性同士で学ぶことができる場です。他方で本研究科は教員の一方的レクチャーではなく、学生のニーズに沿った授業を展開しています。例えば公務員試験、行政書士試験などを受験希望の方のために試験問題に対応する課題や授業を展開する用意があります。2024年度の授業ではそういうような授業がいくつか実施されています。まずは教員と相談してください。法科大学院進学希望者についても試験に対応する授業を展開する用意があります。ご関心のある方はぜひ事前にご相談ください。ただし試験科目すべてに対応はできませんのでご留意ください。社会人の方は夕方開講、土曜開講などフレキシブルに対応できるでしょう。実際、勤めながら本大学院で学んだ社会人の方がいます。詳細は事前にご相談ください。以上で動画は終了です。視聴していただきありがとうございました。